こんばんは、キリュウです。ラットでーす。でーす歴史はエンターテインメント。鹿島市歴史チャンネルへようこそ。今年の大河ドラマが戦国時代なんでね、戦国武将を一人一人紹介してみようかなと思いまして、今回は新シリーズです。戦国武将紹介でございます。 流行る第1回は、どうする家康の主人公でもある徳川家康さんの生涯をざっくり紹介しようと思います。家康さんはね、歴史音痴の私でもほんのちょっとならわかります。すごいすごい。どんなことしてますちょっと雰囲気はぽっちゃりめ。<laughs> <laughs> ぽっちゃり、確かに。あとは、江戸幕府を開いた人でいいかな。おおな,るなるほど、なるほど。 あとはね、関ヶ原の戦いをした人。おー、すごいすごい。うん。あとね、ホトトギスで例えるんだったら、泣かずに待とうっていうタイプの人。<laughs> 泣かずに待とうホトトギスの人ね。おー,おー、すごいじゃないですか。じゃあ、あの、例えば、三方ヶ原の戦いとか、あるいは、小牧長久手の戦いとかは、知ってますそれ、学校でやった <laughs> なるほどなるほど。じゃあ、今日のお話は、ラットちゃん 知ってるけどそこまで詳しくないっていう人向きになると思います戦国武将に詳しい方にはねもう知ってることばっかりだよと思われるかもしれませんけれどもその辺はご容赦ください <music> さて、徳川家康は天文11年、岡崎城で生まれました。今のね、愛知県の岡崎市ですよね。ちなみにね、織田信長より9歳年下。で、豊臣秀吉よりも6歳年下になります。だから三英傑の中では一番若いんですね。この時の名前は松平武千代と言ったんですけれども、ややこしいので一応ここでは家康で通します。で、お父さんは松平広忠。お母さんはお台の方。 と言いました,ただ、お父さんの松平弘忠は、岡崎城の城主とはいえ、そんなに大きな書量を持っているわけじゃなかったので、今川家の庇護をね、受けていたんですね。この頃の小さい書量しか持っていない領主っていうのは、黒人領主とか国衆とかって言ったりするんですけど、大体ね、大きな大名の下について、年貢とか兵役を負担する代わりに、敵が攻めてきた時には助けてもらうっていう形をとってたんですね。これをね、より親、より子の関係とかって言ったりもするんですが、 松平弘忠は、今川家をより親としていたわけなんですね。ところが、家康が2歳の時、お母さんのお兄さんである水野信元っていう人が、このより親をね、今川家から織田家に乗り換えちゃったんです。そんな簡単に乗り換えられちゃうものなの黒人 領主とか国主だってて、ね、見込みがないなある人についてないなと、とより親ごと、ね、滅ぼされちゃう。かですかね。戦国時代弱肉強食ですから、ね。だからおこっちの方が見込みがありそうって思ったら、こう、パッと乗り換えちゃうわけなんですね。だから、水野信元は、今川より、織田の方が見込みがあるって思ったんでしょうね。ただ、そのせいで、家康のお母さんのお代の方は、広田だから、離縁されてしまったので、家康はわずか2歳で、母親と別れ別れになってしまった。 ね、そういうことで、なんか可哀想ですよね、その時代の、しょうがないと言われても。うーん、まあね、でも可哀うなことはもっと続きます。実はね、6歳の時に織田家の人質になって、で、2年後の8歳から19歳までは今川家の人質になっちゃうんですね。だから6歳で生まれ故郷から離れて、その後13年もよその土地で人質として暮らすことになっちゃう。 この辺の詳しい話はね、また別動画でしたいと思いますので、今回はざっくり簡単に紹介しますと、小田家の人質時代にお父さんの松平広忠が亡くなってしまったので、本当なら家康は岡崎城主になるはずなんですが、まだね、子供だったので、そのまま人質として留め置かれて、まあ、後に駿府の今川家に移されても、岡崎に戻ることは許されなかった。 その後、今川家の人質時代に14歳で元服して、15歳の時に初陣を飾って、16歳で今川義元の一族である関口氏純。 って、人の娘の月山殿を妻に迎えます。この月山殿っていうのは、家康が岡崎に戻ってから月山に住んだんで、月山殿って言われている。そういう名前なので、最近では瀬名姫って呼ばれたりもするんですけど、まあ、一応、ここでは月山殿で統一します。で、二年後、月山殿との間に長男の信康が生まれます。この子も、小さい時は、ね、竹千代っていう名前なんですけどね。ここでは、成人した時の信康でね、言っときたいと思います。そして、十九歳の時、終わりに進行した。今川義元の下で、大鷹城へ。 のの入れっていううを行うんですがその間に桶狭間で大将の今川義元が織田信長に討ち取られて死んでしまうわけなんです。それを知った家康はもう駿府へは戻らずに生まれ故郷の岡崎城へ帰って独立する道を選んだんですね。で、今後は今川と手を切って織田信長と同盟を結ぼうって決めたわけ。 その3年後、22歳の時に、家康生涯の三大危機っていうのがあるんですけど、その三大危機の一つと言われている三河一向一揆っていうのが起こるんですが、これはなんとか鎮圧しまして、25歳頃には三河一帯を平定して、朝廷からも正式に三河の神っていうのに除任された 今までね、家康家康って言ってましたけど、正式に徳川家康って名前になったのは、朝廷から三河の神に除任されたこの時なんですよね。これはね、この前の名前の動画みたいなので聞いたんで、そこは覚えています。<laughs> そうですね。家康の名前の編成についてはね、別動画で詳しくお話ししましたので、ね、よければそちらもご覧いただければと思います。28歳の時に沖狭間で死んだ今川義元の後を継いでいた今川氏真。 っていうのを掛川城から追い払って、家康はついに駿河を手に入れるんですね。かつて人質になっていた今川家の領土を手に入れたわけですからね。家康さんも感慨深かったんじゃないでしょうかね。やったーって気持ちなんかな、やっぱり。やっぱりやったーって感じ大きいです。戦国大名ですからね。なんじゃないでしょうかね。まあ、家康さんじゃないからわかりませんけどね。<laughs> その後は浜松城を拠点にして、織田信長が朝倉義景を攻めた一条団の戦いとか、あるいは姉川の戦いなんかに援軍として参戦して活躍するんですね。結局ね、家康はね、信長が生きている間はずっと信長の同盟者として一度も裏切ってないんですよね。なので、基本的に信長が行った大きな戦いには全て参戦していますし、あと家康もね、結構戦に強くてね、どの戦いでもかなりの活躍を見せてるんですよね。ところがね、 1>, 1歳の時に貝の武田信玄貝の虎ね強い武田信玄が攻めてきてさっき言った三方ヶ原の戦い今の浜松市にあるんですけどねそこで戦いが行われるんですがこのね三方ヶ原の戦いこそが家康の人生の三大危機のもう一つさっき言った三河一孝一季が一つ目の危機だとするとこの三方ヶ原の戦いが二つ目の危機になりますこれね武田軍の方がね圧倒的に数が多かったってのもあるんですが家康は武田軍に古典 パンにやられてしまった。 逃げる途中で恐怖のあまりババブしたおもらししちゃったと伝わるほどの危機的状況だったと言われていますこの家康おもらし事件は後世の捏造らしいんですがそれくらいね厳しいもう派手な負け戦だったわけなんですねただこの時は武田信玄が病死してくれたおかげで事なきを得るんですよねそれどころか武田信玄が亡くなった後は織田信長と一緒に長篠の戦いで信玄の息子の武田勝頼に大勝利してますから味方ヶ原の仇を長篠で取ったって感じで でしょうかね、そして38歳の時家康は正妻の築山殿と嫡男の信康に謀本の疑いありとして築山殿を殺害息子の信康には切腹を命じます。 このね、信康切腹事件っていうのは、従来はね、信長が命じたんだって言われていたんですけど、最近ではね、家康と信康とその家来たちの不仲っていうのが原因だったんじゃないかって説が主流になっています。この辺のね、詳しい話はまた別の動画でね、お話しする予定なんで、そちらを見ていただければと思います。で、その3年後、天正10年6月2日、かの有名な本能寺の変が起こるわけなんです。 信長さんが光秀に殺された本能寺の変ですよです。でもってこの時家康は信長に招待されて京都にいた。 大体、だいたい明智光秀が信長に謀反したのだって、この家康の正体役を任されていた光秀が宴会に腐った体を出しちゃったんで、怒った信長にぶん殴られて、それを恨んで本能寺の変を起こしたんだって説があるくらいなんでね。だから家康はその腐った体事件の宴会の後、信長にまあまあ気を取り直して境見物でも行ったらどうかって言われて、まあ境に行ってたんですよ。でも、今日で本能寺の変が起こって、信長が死んでしまったわけなんですよ。となると家康も明智光秀に殺される可能性が あるわけで,すよでもほら、遊びに来てたんでね、兵は浜松に置いてきてるから、わずかな友の者しかいないので、もうこのままでは光秀に捕まって殺されるだけだもうそれくらいならいっそ自害しようって、まあ家康は覚悟して切腹しようとしたんですが、一緒にいた家臣の本田忠勝とかに止められて、伊賀の国を越えて本拠地の三河に帰ることにしたんです。 が、なんせ追われる身ですから、もうこれはね、非常に危険な逃避行だったんですね。この頃の武士って、負けるとね、落ち武者狩りにあって、命を落とすってこと多かったんですよ。かの明智光秀だって、後に豊臣秀吉に負けて、落ち武者狩りで殺されてるぐらいですからね。なので、家康の生涯の三大危機の一つが、この神国、伊賀越えって呼ばれる、伊賀の国を越えて三河に帰る道だった。この逃避行だった、と言われております。 この大ピンチもね、服部平蔵とかの活躍でね、なんとか無事に乗り越えて、三河に帰りはつくんですけども、ピンチの後にはチャンスあり、言うじゃないですか。信長がね、亡くなったことで、それまで信長の領地だった、甲斐とか信濃とか孔介っていうのが、もう、主のいない空白地帯になったわけなんですよね。そこで、家康と隣接してる北条氏との間で、天正神護の乱っていうのが起こって、まあ、領地の取り合いを始めるわけなんですよね。これは結局、織田信長の息子の織田信勝、 っていうのの仲裁で、家康が甲斐と信濃を所有して、北条氏が甲斐を所有することで和睦が成立するんですね。ここで、家康は元々の所領だった三河と今川滅ぼして手に入れた駿河、遠江の他に甲斐と信濃も手に入れて、五カ国を所有する大大名になったわけなんですね。これあの、家康五カ国統治時代って言ったりするんですけど、まあ、家康41歳の時のことでした。 ところがね、この後、織田家が後継者争いでごたごたし始めるんですよ。さっきも出てきた織田の部活。 この人はね、織田信長の次男なんですが、この織田信勝がね、本能寺の変で父親の信長とお兄さんの信忠が亡くなった後、家臣だった豊臣秀吉、この時は橋場秀吉ですけどね、この秀吉が、ま者物顔で織田家を牛耳っていうのが気に入らんと。で、秀吉に戦を仕掛けるんですね。でも自分だけじゃ勝てないっていうのが分かっているので、家康に援軍頼むよって言って援軍をお願いするわけなんです。 こうして起こったのが小牧・長久手の戦いなんですが、これはね、あの、小牧・長久手っていうように、場所がちょっといいろね、分かれて戦いがあったので、家康の方の戦いでは勝ったんだけど、織田信勝の方が負けちゃったんでね、結局全体的には家康も負けたことになって、途中いろいろあるんだけど、最終的には家康が大阪城まで行って、秀吉に頭を下げて、真珠を表明するっていう形で決着します。私は秀吉さんの配下になります、降伏しますっていうことで決着するんですよね。でその後 この家康は、秀吉に従って、小田原の北条氏討伐に参加して、この北条氏が滅びた後は、その所領である関東地区を丸々与えられて、従来はね、三河、尊海、駿河、海、信濃の5カ国、132万石だったんですけど、それが今度関東8州240万石を所有する大大大名になるわけなんですね。で、これがまあ、家康49歳のことで、この時から家康の本拠地が江戸になるんですね。だからここから、後の江戸の発展っていうのが 始まるわけです。その後、家康は、秀吉のね、朝鮮出兵って言って、いわゆる文禄慶長の駅ですよね。これで、京都のね、名古屋城まで行ったりとかして、まあ、家康自身は朝鮮半島には行ってないんですけど、まあ、その戦いに参加したりするんですが、ただ、この朝鮮半島での戦いっていうのは、秀吉が途中で亡くなってしまったということで、なし崩しに中止になって、この時、朝鮮には多くのね、日本の大名とかが行ってたわけなんですけど、その朝鮮半島からの兵の引き上げを主導したのが家康だった。 そして、その後、59歳の時に関ヶ原の戦いで、石田三成ら反家康勢力を破ります。 これは私も先ほど言ったように、ぼんやりではありますが知ってます。有名ですからね。学校でも習いますしね。その後ね、家康は62歳の時に誠位大将軍になるんですが、まあ、わずか2年でその誠位大将軍を息子の秀忠に譲って、自分は大御所となって、駿府に引っ込むんですね。でもまあこれってね、引退したってことでは全然なくて、駿府から大阪にいる秀吉の維持のね、豊臣秀忠の同行に目を光らせたり、あるいはこう息子のいるね、江戸の幕府にもいろいろ口挟んだりって言った感じで、 そしてまあ慶長19年から20年つまり家、ま、康、あ、73歳から74歳の年に大阪冬の陣そして大阪夏の陣っていうのを連続で起こして豊臣秀頼を自殺に追いやってついに豊臣家を滅亡させてしまうわけです。 こうして、江戸幕府が唯一の武家政権として残って、その後260年余り続くわけなんですが、それで安心しちゃったのか、翌年ね、家康は75歳で亡くなってしまうんですね。で、まあ、遺体はその一旦、駿府にある久能山に葬られた後、一年後、栃木の日光に移せっていうふうに遺言があったので、まあそういうふうに形にされたわけなんですが、だから今もね、久能山の東照宮っていうのと、日光の東照宮っていうね、二つ東照宮があるわけなんですよね。東照宮っていうのは、家康が死んだ後、東照大言言っていう神様に、 にね、なっちゃったので家康の墓所っていうのはこの久能山東照宮日光東照宮っていうことでこう神の、ね、お宮ってていいう風に呼ばれているわけなんですねまず東照宮には修学旅行で行きました日光には。<laughs> っていうか何よりも、江戸幕府のことですごく活躍したイメージだったけど、今聞いたら、やった後にはすぐに亡くなっちゃったりとかしてたんですね。そうなんですよ。本当にね、苦労して苦労して戦って戦って戦って,戦って、いろいろもうね、信長の下で我慢して、秀吉の下で我慢して、ようやく江戸幕府、これでもう大丈夫だ、ほっとして亡くなるみたいな、そういう人生だったんですよ。 うん、じゃあ、ついでに言っちゃうとね、家康の行くんっていうのが、人の一生は重荷を背負うて、遠き道を行くがごとし、急ぐべからず、不自由を常と思えば不足なしっていう有名な言葉があって、私も大好きなんですよね。ただこれ、残念ながら後世の創作で偽物なんですよ。家康が言い残した言葉じゃないんですが、でもほら、家康の生涯を知ってると、もういかにも家康っぽい言葉だなとは思うじゃないですか。 確かに。いい言葉を。でもまあ今聞いて半分ぐらいしか覚えてないですけど、これ見て覚えます。<laughs> まあまあ今回はね、結構苦労したんだよぐらいを覚えておいていただければいいかと思います。まあ一つ一つの苦労はね、今後の動画でご紹介したいと思いますのでね、今日はね、戦国三傑としても有名な江戸幕府を作った戦国武将の徳川家康の生涯を本当にざっくりご紹介してみました。いかがだったでしょうかこの動画を気に入っていただけましたら、チャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いいたします。Twitter もやってますのでフォローよろしくお願いします。 ではまた次の動画でお目にかかりましょう。前々から人質の話は聞いてるじゃないですか。人質のイメージって今の時代の人質で金を渡したら解放してやるっていうのが人質のイメージじゃないですか。人質ってどんな扱いなの ああ、あのね、これ、政略結婚もそうなんですよ、当時のね。つまり、戦国武将だって、常に戦い続けてたいわけじゃないんですよ。こっちと戦ってる時は、ちょっとこっちとは休戦状態で安心したいみたいなのがあるわけですよね。なので、人質取ったら、そこのところは攻めてこないだろう、ね。やっぱその人質が殺されたら困るからね。で、奥さんもらったり、奥さんあげたら、そっちとはその攻めないだろうっていうね。そういう風なので、じゃあこっちに攻めよう。もう、だから、いろんなところでずっと戦わなきゃいけないっていうのは、いくら戦国武将でもね、二面三面攻撃っていうのは難しい ので人質交換したり、戦略結婚したりして、一時期こことは戦わないよっていうのを安心材料にして、じゃあこっち攻めようみたいなのが、当時の人質とか、結婚とかだったんですねだから別にずっと縄にぐるぐるとやられて、こんなふうにされてるとかいうそんな2年間とか13年間ずっとこうなったららいことだからね、それはちょっと違うんで、ま,あ、またね、人質時代の詳しい話は、今度の動画でご紹介したいと思います。 家康って松潤と顔似てんのいや、似てない <laughs> あの、まあ、若い時はわからんよ。若い時はわからんから、松潤が60、70、80になって、すごいでっぷりして20和になったら似てるかもしれないけど、ただ割とね、小太りというのかな、身長160センチでちょっとぽっちゃりめなので、その、割とこの辺の色なんかも貼ってるんで、どっちかといえば丸顔より四角顔だという点でぐらいは一緒だけど、それ以外はほとんど違うって感じですね。<laughs> 基本、歴史の小学校の時の教科書とか見たら、一番最初に落書きするのは、家康さんに落書きをするよね。<laughs> どうして <laughs> なんて <laughs> みんなで、どの人がかっこいいとかして、まず顔とか見ながら、信長とかの写真。で、家康さんがやっぱりちょっとぽちゃっとしてるから、そこになんか可愛くまたいろんなことをして、やってしまうのがイメージだった。<laughs> で、一瞬怖く見えない、一番。でも、フォトトギスの話を聞いたこの人が一番優しいんだって、単純に思っちゃったのが家康さん。 なななかかか直感ででついいてるかもしれないですよね本当のところはわからないけど従来の家康のイメージっていうのはたぬきおやじですごくね優しくいろいろ相手するんだけど実はなんか内心では一物持ってるよみたいな感じだから本当は怖い人なんだけどすごく人当たりがいい優しいみたいなねそういうイメージの人なのでさっきのラットちゃんが絵を見ただけで思ったっていうのは割と近いかもしれないですね。割と感情表現がストレートな役が多かった松潤がそんな複雑な役やるん そうですね。だからチャレンジ。あと、脚本がリーガルハイなので、案外今までの家康とは違う家康かもしれないよね。それはそれで楽しみ。うん。<laughs>